マンが。アメンボレス、初アメンボレス。え、なんか違う。すげえ怖い。何やねん。まだ浮いてないが。なんか音が違う気がする。あ、でも、あの、やりやすくなるかもな。うん。均等に、均等じゃないけど。元に戻して。怖い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 。マイコカコーラタオル。ちょっと上げてコードを取らんと。もうちょい上げんとかえって操作しづらいで。そんなこと言うけどさ、さっき散々上げとったくせに。ちゃうやん、それは着地の心配がないから。ほとんどあって初めの気持ちを思い出して、雨も取った時の気持ちを。だから緊張するけど上げんのが怖いやろ。まずあげへんかったら引っかかるからな。あんまり引くまま横流れしとったら。あ、やばい、あ、やばい、あ、やばい。右に戻してこいよ。あ、もうちょいコード上げ、うん、危な、上げろ、上げろ、上げろ。上げすぎや、運動。やばい、やばい、やばい、やばい。タイマー。浮き出したら思い切って1メーターぐらいの高度上げるのあかんで。そうそうそう。下がってきたらすぐにスロットル若干上げる。もう今の段階では上げてなかった。今なんで下がんねん、こいつ。上に上げたな。行ってみよう。そうそう、すぐコードちょっと上げて。風、これぐらいの風大丈夫。この場合どうしたらいい。どうしようね。あ、あっちに行くにつれてな。前、なんでボーッと見てんねんお前。下がってきてる時ボーッと見てたやろ今。見てねえよ。だって何のアクションもなかったよ。危ないね、あのままやったら自分に突っ込んでくんだよ。完全に衝突コースやった。今前にしてだからなんかな、分かる。こっち行ったらどう操作していいか分からない。左に戻してんじゃあ、のな、なんていうかな、コーナーケツがこっちにこっちをって向いてたらできないけど、あっち向いてたらな。ああ、なんかまずそうやから、とにかく自分に対してお尻をこっちに向けさせたよ。こうしたらいいの。うん、何でもええ、最初は何でもええから自分の操作できる姿勢に持っていかんと。な、眺めとったらどんどん勝手に離れていくで。マジでテンパって何したらいいか分からない。まあ、最悪落としたらええねんけどな。怖い世の中より。
あかん、あのどっか遠く行くのはかめへんけど、人の近くに行ったか物の近くに行ったらもう落とせ、かめへん。どこやどこや。そうそう。まだあれやな、上下の動きが大きいな。このサイズ今いったの、うん、それぐらいの高度でもうちょっと上げてもいいけどな、うん、その辺で。どこや、行ってんの、行ってんの。あかんな、機体見とったらモニターから目離したら分からんな。何やねんその着陸は。じゃあさっきからもうあのだいぶ前からそこに降ろそうと思うんだけど、そこに行かんねん。怖いから降ろして。そろそろバッテリーが壊れてる。いやもうあと1本ぐらい行けるわ。